ゲンダトビアとゲルチケ広告量 PVMIs、OK、DLOKGSRKI TN6 ファイルヨーロッパレリーフリアロケーションマップ .jpg1680X1440px ゲルチケ広告の1ポロックとその分量広告 P ポロツク広告 V ビテプスク広告 L ルコームリ広告 D ドルツク広告 O ロゴジュスク広告 M ミンスク広告 アイズ、イジャスラブリ広告 G、ゲルチケ広告 K、クケノス広告周辺の主な広告、都市 S、スモレンスク広告 KI、キエフ広告 N、ノブゴロド広告 T、トゥーロフ広告 R、リガシックス、ビリニュスゲルチケ広告は、ゲルチケを首都として1190年頃から1239年の間に存在した、ポロツク広告の分量広告である。 統治者としては、フセボロドのみが知られている。広告の歴史に関する主な情報源は、マクデブルク出身のハインリヒホンレットラントによって書かれたリボニア年代記である。同書内では、はじめポロック公の風神であり、あ、フセボロドは、正確な血縁関係は明らかではないが、リューリク長、ポロツククゲの出身者と考えられている。ラトビアのヘンリーの著述によると、 フセボロドは、リトバ族に居住していた東、バルト系部族と同盟し、リボニア体験騎士団と戦った。しかし1209年に、リガ主教の捕虜となり、リガ主教の家臣となることを認めざるを得なくなった。しかし、しばらくしてフセボロドは、その約束を保護にし、1215年まで再び、リボニア体験騎士団と戦った。その後、1239年には、 ゲルチケ広告領は十字軍勢力の支配下に入った。伝説では、生きながらいたゲルチケの要塞の人々が、西ドビナ川下岸へ渡り、クールラントのラトビア人の中へ移住したという。そしてこの逃亡者たちから、ルーシシでいうスロボダのような居住区が起こり、1670年に、クールラントゼムガ連行、ヤーコップ・ケトラーの法令によって、都市となったという。 都市はヤーコープにちなみヤーコープシュタットと名付けられ、現在のイエーカブピルスに至るという。ヤーコープシュタットでは1675年に聖教会の教会が建てられ、14から15世紀のプラスチャニツを描いた布が収められていたという。ブロックハウスエフロン百科辞典、1890から1907、1884、58、コンサイソロワ辞典 P712、 ありがとうございます。